ポチッとな。こんにちは、マイクです。今日はこの金ちゃんのネギラーメンを作って食べたいと思います。ポータブル電源でお湯を沸かしてですね、作りたいと思います。じゃあ今から始めたいと思います。今回ですね、電流計をつけました。あ、もう沸騰しました。ちょうどいいですね。これで3分待ちたいと思います。今回ポータブル電源ですけども、電流計とそれからあと端子にですね、絶縁処理を出しております。この湯沸かしポットですけども、まだ熱いですね。冷めるのにはちょっと時間がかかると思います。これ海外でも使えますので便利だと思います。このソケットがですね、いろいろアダプターが標準でついてまして、世界各国で使えるようなそのコンセントになっております。で、電圧がですね、100ボルトから、220ボルトでしたっけ？ここまで対応しておりますので、このね、後ろのつまみで切り替えるんですけども、100ボルトと200ボルトの地域ですね。マイナスドライバーで回して切り替え、今は100ボルトから110ボルトに、120ボルトですかね、でまでの電圧で動作するように設定してあります。ちなみにこのインバーターがですね、110ボルトからプラスマイナス5ボルトですか。実際の測定値では125ボルトぐらいまで、117ボルトぐらいまでですかね、は表示したりするんですけども、110ボルトプラスマイナス5ボルトぐらいの範囲内での出力となっております。3分経ちましたので、これでスープを入れていきたいと思います。ちょっと熱いですけど、番組をします。つゆがですね、ちょっとピリ辛でネギラーメンっていう感じで
美味しいですちょっとピリ辛ですね。それではですね、今回はこの辺りで失礼いたします。どうもご視聴ありがとうございました。マイクでした。